というわけでジャパングランプリ、年に1回の、ね、シングルの総当たりリーグ戦っていうんですか、はい、2本目は下田美誠対井上貴子、この一戦どうご覧になりますか。これ結構どっちが勝つか非常に予想がつきにくいかだと思うんですよね。なるほど、まあ、キャリアは当然下田が上なんですけど、下田の方が上なんですが、今のこうなんていうんですかね、勢いで言えばね、井上貴子という気もしますし、ただメキシコから帰ってきてやっぱり少し変わった一面をね、あの下田も見せてますし、これは難しいシングルだと思いますね。吉田選手、はい、このシングルどうご覧になりますか。そうですね、やっぱ同期ということもあって井上貴子選手に頑張ってもらいたいなっていう気持ちもあるんですけど、ええ、やっぱ下田さんとずっとメキシコ2人で行ってたっていうのもあるんで、なるほど、やっぱそういうなんかいいとこ見せてみたいなっていうのもあるんで、両方ともこの井上、はい、井上も下田もよくかなって、よく知ってる選手ということですね。まあそうですね。先制攻撃はあの下田ですけれども、はい、あのメキシコ行ってきた割にあんまりルチャ的なカラーはそんなにないんですよね、下田の場合。うん、あの技、ルチャっぽい技がいくつかあるんですけれども、基本は今までの全日本女子スタイルというか、まあ僕はあまり表面的なことにこだわりたくないなと思ってるんですけど、あ、技とか技とかそういうのではなくて、あのなんていうか、そういう遠征とかを経験したことでこう精神面、うん、自信がつくっていうか、それがこうリングに見えたらいいなと思う。海外遠征っていうのは吉田選手、はい、そう、あの海外遠征っていうのはやっぱり技とか試合とかのよりもそれを経験すること自体が大切なんでしょ。あ、それは思いますね。やっぱ気持ちが変われば試合も変わってくると思いますし、ね、あ、なるほど。何らかしらやっぱり出ると思うんですよね、そういうものが。それ具体的に何がどうと言われたら、まあ、あれなんですけど、要するにでも感じるプロレスラーとしてスケールが大きくなるってことよね、多分、そういう面では下田選手非常にこの伸び伸びやってるような感じがするし、あ、なるほど、これはやっぱり遠征の成果だと思います。ここまでの流れはね、もう完全に下田美誠選手の方が主導権を握ってるという感じなんですが、前はもっともう頼り投げっていうか、なんかそんな感じだったんですけど、はい、非常に積極的にやってますし、この相手の井上貴子選手の方はあの割とつかみどころのないレスラーというところがあるんですよね、おそらく。あ、そうですかね。あの割と乱暴っていうかラフなものが得意なような部分もあって、あの膝十字みたいな関節技にこだわっているような部分もありますし、かなりなんかファジーなレスラーですよファジーですか。それであの表面的にはアイドル路線というですね、非常に井上貴子難しいレスラーって言いますか、つかみどころのない、うん、魅力があると言いますか、まあ、言われてみればそうかもしれないですね。まあ僕なんか思うのは、あの、まあ、彼女性格的には、はい、結構なんていうかな、もっと悪どいことと言ったら変だけども、ヒールっぽい面を出した方が持ち味が生きるんじゃないかなと。いや、あの人の足に噛みついたりして結構根性悪いところ出ていいと思いますよ、ただそれを、まあ、あ、まあ、彼女のまあ可愛らしさっていうか、なるほど、あの風貌が邪魔してるというか。そうですね、アイドルというか、ただ本人はあのこれ他の選手から聞いた話なんですけれども、かつての山崎いつき選手タイプを目指しているようなね、あの美しいヒールというんですか、そういうものを目指しているというような。そばで見てて吉田選手どうですか、井上貴子なんか。そうですね、なんかそういう反則みたいなが荒っぽいっていうか、それがなんか自然にできるあの試合なんかでもものすごい顔するでしょ、たまに意地の悪そうなっていうか、気の強そうな顔っていうんですか。でもいいですよね、そういう表情とか。そういう顔が、今のこのなんか表情一つでもかなり気は強いぞっていう顔をしますねあの実際にも気の強い選手ですか。そうでもないと思うんですけどね。あ、そうでもない。プロレスに関して気が強い。どうだろう、難しい、じゃあ後でゆっくりお話聞きましょう。すいません、はい、まあ、でもあのこの63年組の3人っていうのは、本当にあの東高三女子じゃないですけど、非常に東高三女子みたいなもんですよ。あの3人、じゃないっていうか、あの、まあ、同じようなもんなんですけど、3人とも本当によくもまあこれだけ色が違うっていうか。違いますね、そういう点では本当に楽しみなトリオなんですよね、そうですね。
違いますね、タイプね、割と。そういう3人が残ったというのは非常に面白いと思いますね。なるほど。だから井上貴子はこれはこれでっていうか、この悪の強さっていうか、もっと前面に出したらいいと思いますね。なるほどね。本人もそれすごく意識してるみたいで、はい、やっぱりあまり綺麗綺麗にやるのは良くないんじゃないかと、自分に合ってないんじゃないかと。んで、なるほど。すごく反省じゃないですけど、結構気にしてるみたいですね。あのこの対戦相手下田選手ですね。下田選手も、まあ、あの入門 1,2 年目はアイドル路線を歩むのではないかと言われてましたよね。とにかく顔立ちが綺麗ですからね。はい、ずいぶんなんか喧嘩殺法になってきましたけれども、このクラス、あの吉田選手ね、はい、このクラスっていうか、ここまでキャリア積んでくると、はい、先輩後輩という意識がなく、これ試合をしてる感じですね。そうですね、もう何年も経っちゃう、まあ、あんまり関係なくなってくるんですね、だんだん。いや、ちょっと関係あるかもしれない。やっぱり関係あるかもしれない。でもリングに上がれば先輩も後輩もない。本当にそうですか。つもりで自分はやろうと一応思ってるんですけどね。はい、あ、思ってる、はい、はい、そのつもりでいつも頑張ってるんですけど、はい、みんなはどうか分かんない。なるほどね。こうして見るとこの対決結構いいですよ。2人とも力がとっても接近してるんじゃないかっていう感じがしますね。あとそのなんとか気の強さっていうか、それがうまい具合にこう激突してるというか。下田美誠の気の強さってどうなんですか。これも結構定評あるところですからね。格闘技戦なんかでもありましたし。ありました。そうですね、井上貴子とまた違った意味で割とファジーなレスラーなんですよね。こういう綺麗な顔出しの人は割と勝ち気なタイプが多いという。あ、典型だと思います。美人は気が強い、典型という感じがしますけど。なるほどね。結構2人とも同じようなそういう闘志をこう出すタイプで、なんか腰なんか伏せじゃないですけど、割とこれいい対決じゃないかと思うんですよね。なるほど、合ってるんじゃないかなっていうか。ただ今のところあれですね、大技っていうのはまだそれほど、この段階では出てないと言いますか。そうですね、やっぱり結構高子はかなり反則を平気でやってますね。まあ急にやられてもお客さんの方が逆に戸惑ってしまうというか、なんでこんなことするのかなっていうか、感じがするんですけど、あ、でもよーく井上高子の顔を見ながら試合見てると、あ、こいつは意地悪なレスラーなんだっていうのは分かりますよね。ほら、まあ思い切ってでもヒール転向なんかもいいんじゃないかなと僕なんか思う。やっぱりね、地を生かした方がいいと思いますよ。意地が悪いっていうのはプロレスラー全然悪いことじゃないんですから。ただまあほら、憎らしいでしょ、今の格好なんか後ろから見ても。そうですね、ただそのラフプレーに走るには、その可愛らしい風貌が邪魔してしまうっていうか、まあ、そういうイメージがありますけど、この可愛らしい憎らしいというタイプになったらすごく面白いと思いますよ。この前面白いヤジがありましたよね。タカコ調子乗んなとかね、そういうヤジがありましたから、やっぱりもうすでにリングで歌を歌ってないんですけれども、あの衣装を着てあの歌を歌った日にはやっぱりアイドル路線でしたよね。でもあのカラーはある部分でそろそろ脱い去っていって、自分がやりたいのはおそらくこういう結構気の荒いレスリングじゃないかなという気がしますよね。だ結構そういう面では彼女にとって今分岐点というか、はい、そういうふうに差し掛かったんじゃないですか。これからあと1回ぐらい変わりますか。だか変われるかどうかというところだと思いますね。変われる、今変わる最中にある下田選手ってどうでしょうね。そういう面では同じような境遇にあるのかもしれないですね。要は僕はきっかけだと思ってるんで、どんなきっかけが待ち構えているかと。なるほど。待ち構えているのか自分で探すのか、